い格好だろ。ごめんね、オンボロ工場の底辺なんか連れてきちゃって。高校時代の同級生に無理やり合コン会場へと連れてこられた俺。同級生の目的は俺を引き立て役にすることで、集まっていた美女たちの前で作業着姿の俺をこき下ろした。美人キャビンアテンダントゲットのためにせいぜい俺の役に立ってくれよな。ちなみにお前の席はないから。俺は座ることも許されず、まるで高校時代の再現のように散々笑い物にされた。そしてこいつ、家がボロ工場で貧乏人のくせにパイロットを目指してたんだぜ。身の程知らずにも程があるだろ。とうとう俺の抱いていた夢までもが無残に踏みにじられた。その時だった。どうしてここにいるんですか、機長。え？目の前にいた美女の一人が発した言葉で真実が明らかになる。そして俺と同級生の立場は一気に逆転することになるのだった。俺の名前は長田勇気、32歳。ふぅ、これでよしと額にびっしり浮かぶ汗を拳でぐいっと拭う。ガレージに響く金属音とエンジンオイルの香りが鼻をくすぐる。真っ黒に汚れた作業服に身を包み、俺はアメリカ産クラシックカーを磨いている。ユキ、スパナ。車の下から聞こえた声に、俺は手を伸ばしてツールボックスのスパナを差し出した。はい、父さん。お。ぶっきらぼうな態度は昔とちっとも変わっていない。スパナを渡しながら父の顔を見下ろす。額には汗が光り、シワの刻まれた手には長年の経験が刻み込まれている。口を閉ざして黙々と作業を続ける父。俺が生まれる前から実家の隣で自動車整備工場を営んでいた。現在の俺はそんな父の手伝いをしながら暮らしている。しばらくして父が再び口を開いた。やっぱりぶっきらぼうな口調で、お前が帰ってきて助かった。え？その言葉に俺は驚きを隠せなかった。普段ろくにありがとうも言わないくせに、こんなことを言われるなんて思っても見なかったから。父さん、ずいぶん年を取ったな。母さんもそうだ。俺が仕事仕事でほとんど帰ってこなかった間に、忙しさにかまけてこの10年ほどはほとんど帰省しなかった。今こうして手伝いをしているのはせめてもの埋め合わせであって。それから、勇気、よかったのか、あの仕事を辞めて。ああ、実は最近俺は転職をしたばかりだ。次の仕事が始まるまで少し時間が空くことになっている。その間、母を手伝って家事をしたり、車の整備をする父を手伝っているのだった。言ってなかったっけ？実は、転職先について俺が明かそうとした。その時。すいません！ガレージに響き渡る大声。俺はギクッとして、思わず身を固くした。この声は、もしかして。あ、いたいた、長田。俺の姿を見つけると、声の主はずかずかと中に上がり込んできた。その姿が近づいてくるにつれて、どんどん鼓動が速くなる。遠藤。苦々しい思いでその名前をつぶやく。すると、いかにも高級そうなスーツを着た男は、にやりと不敵に笑った。この笑い方も、昔とちっとも変わっていない。久しぶりだね、長田くん。覚えててくれて嬉しいよ。こっちに帰ってきたって噂は本当だったんだな。ああ、忘れられるはずもない。彼は高校時代の同級生、遠藤誠一だった。遠藤はガレージの中を見渡すと、くんくん鼻を動かした。そうそう、懐かしいな。長田と言ったら、やっぱりこの匂いだよな。変わらないな、遠藤。よく言われるよ。まだ20代に見えるって。高校時代から少しも成長していないって意味なんだけどな。どっと疲労感が押し寄せてきて、俺は深いため息をついた。何の用だ。車の整備を頼みに来たとは思えないが。当たり前だろ。それより勇気、お前にいい話を持ってきたんだよ。俺に？警戒心をあらわにすると、遠藤は俺の肩にポンと両手を置いた。
今から合コンに連れて行ってやるよ。は？だから合コンだよ。まさか合コンが何かも知らないって言わないだろうな。いや、知ってるけど。じゃあ決まりだな。そう言うや否や、遠藤は俺の肩を掴んでぐるっと後ろを向かせ、続けてぐいぐい押し始めた。おい、何が決まりなんだよ。お前も参加するってことだけど。まあ、どうしても男のメンバーが捕まらなかったからさ。お前は人数合わせだけどな。はあ？突然やってきたと思ったら勝手なことばかり言って。そろそろ俺も堪忍袋の尾が切れそうだった。遠藤とは過去にいろいろあって、ただでさえ苦手だというのに、力任せに振り向くと、俺は遠藤の手を振り払い、きっぱりと言い切った。悪いけど忙しいんだ。もう帰ってくれないか？ところが、その時だった。行ってこい、勇気。え？口を開いたのは、まさかの父だった。もう上がりの時間だ。晩飯はいらないと母さんに言っておく。父さん？どうして、俺じゃなくて遠藤の味方を？そう尋ねる間もなく、父はさっさとガレージを出て、隣にある実家に向かってしまった。そんな、呆然とする俺の肩を、再び遠藤が掴む。その顔は、ニヤニヤと笑っていた。話のわかる親父さんだな。きっと30過ぎても結婚できない息子が心配なんだろうな。ほっといてくれ。とにかく、合コンなんか俺は。この花亭が会場だと言っても？え？その名前を聞いた途端、俺の言葉が止まった。遠藤は、俺の反応を見て、さらに意地悪くニヤニヤと笑う。知ってるよな。あの立花の実家だよ。ああ。立花。その名前を聞いただけで、胸がドキッと高鳴る。行く気になったみたいだな。ああ、格好はこのままでいいぞ。帰って都合がいいからな。遠藤の声も、どこか遠くぼんやりと聞こえるほど。俺の意識は、記憶の中にいる。立花巴に向けられていた。長田くん、よかったら一緒に食べてもいい？まるで目の前にいるかのように、はっきりと思い出せる。その声も、彼女が見せた笑顔も、立花は、俺にとって。それはもう10年以上も前。俺たちが高校生だった頃の話だ。おーい、長田くん。今日のランチはどんな高級料理だい？教室を出るなり聞こえてきた、嫌味たっぷりの声。それもまた、はっきりと思い出せる。しぶしぶ目を向ければ、廊下には遠藤誠一がニヤニヤしながら立っていた。地元企業の役員を父に持つ遠藤は、いつも取り巻きを引き連れては、自分が金持ちの息子だと自慢して回っていた。その一方で俺は、あれ？弁当箱を持ってないじゃないか。まさか、とうとう貧乏すぎて、弁当に詰める米も買えなくなったとか？たまたま家に忘れただけだよ。遠藤を押しのけるように、俺は廊下を駆け出した。俺の背後では、遠藤たちの大笑いする声が響き渡った。当時、父の工場は経営がうまくいっていなかった。母もパートで支えていたものの、家計はいつも苦しくて、俺は気を使って、今日は食べる暇がないから弁当はいらないと伝えることもしばしばだった。俺の弁当を詰めるために、母が自分の昼食を抜いていることを知っていたから。弁当を持ってこなかった日には、昼休みが終わるまで図書室で時間を潰した。持ってきた日には、お、今日はふりかけ付きだぞ。おさだにしては豪華な弁当じゃないか。わざわざ遠藤たちが席までやってきて、弁当箱を覗き込んでくる。それが嫌で、いつも俺は腕で隠しながら食べていた。おさだの家は本当に貧乏なんだな。そのうち、ふりかけすら買えなくなるんじゃないか。わざと遠藤が声を張り上げると、教室には笑い声が起こった。遠藤くん、その時は買ってあげたら、ふりかけもなくなったら、こいつの匂いがごまかせないよ。確かに、いつも古い油みたいな匂いがするもんな。貧乏工場の匂いだ。取り巻きたちの言葉に、また笑い声が起こる。ああ。俺は膝の上で、拳をぎゅっと強く握りしめた。こんなからかいには慣れていたはずなのに、
それでも、やっぱり悔しかった。そんな、ある日のことだった。また遠藤たちが寄ってくると思うと、弁当箱を開けるのも憂鬱で、うつむいたまま時間を過ごしていると。長田くん、よかったら一緒に食べてもいい？え？その声に、俺は驚いて顔を上げた。目の前には、クラスメートの女子が立っていた。立花智恵。彩色兼備で明るい性格。おまけに実家は代々続く老舗高級料亭と、誰もが憧れるカーストトップの学級委員長だった。それまで一度も話したことがなかった俺に向かって、彼女は自分の弁当箱を掲げていた。どうして？お母さんたら、おかずを詰めすぎちゃって、食べきれないから、よかったら一緒に食べてくれない？戸惑う俺の前で、立花は弁当箱の蓋を開けた。女子にしては少し大きな弁当箱。その中には、色とりどりの様々なおかずがぎっしりと詰まっていた。それはまるで、運動会みたいだな。思わず俺がつぶやくと、立花はくしゃっと表情を崩して笑った。でしょ？ちょっと恥ずかしいから、手伝ってくれると嬉しいわ。ああ、どうして俺なんだろう。戸惑いながら、俺の目は彼女の弁当に釘付けだった。自分と比べて妬む気も起きないほど、あまりにも美味しそうで。別にいいけど。ありがとう。パーッと顔を輝かせて、立花はすぐに自分の椅子を持ってきた。その日、遠藤たちは俺に近づいてこなかった。立花が分けてくれたおかずは、どれも頬が落ちそうなほど美味しかった。その翌日も、また翌日も、立花は毎日のように、おかずが多くてと、助けを求めて俺の席にやってきた。いつしか俺たちは、一緒に弁当を食べるのが当たり前になっていた。するとある日。ごめんね、長田くん。え？ふと箸を止めて、立花はシュンとした表情になった。私ね、ずっと、長田くんのことを、見て見ぬふりしてた。遠藤くんたちに嫌なことを言われているの知ってたのに。勇気が出なくてごめんなさい。それは他のクラスメートだって同じだったのに。立花だけは勇気を出して孤立していた俺に声をかけてくれたのだった。そして。嘘なの。本当は私がお母さんにお願いしておかずをたくさん詰めてもらって私が一緒にいたら遠藤くんたちも近寄ってこないかなって。そう。立花は俺のために毎日大きな弁当を持ってきていた。助けてもらっていたのは、実は俺の方だったのだ。立花、ありがとう。でもね、今は毎朝とっても楽しみ。長田くんと一緒にお弁当を食べるの。にっこりと、立花が満面の笑顔を浮かべた。その時からだ。彼女を特別な存在に感じ始めたのは。勇気、お前、進路はどうするんだ？三年に進級した春、父に尋ねられて。俺はまだ考え中と曖昧に言葉を濁した。放課後や休日、よく俺は父の仕事を手伝っていた。自動車を整備する父の姿は、小さい時から憧れで、誇らしかった。だけど、父さんごめん、工場は継げないかもしれない。実家の近くにある空港、その近くまで行って、大空へ飛び立つ飛行機を見上げるのが、昔から大好きだった。思いは年々、どんどん強くなっていった。俺も飛行機に乗って空を飛んでみたいと。お前、パイロットになりたいんだって。そんな俺の密かな夢を、遠藤はどこからか嗅ぎつけた。いつものように取り巻きを引き連れ、俺の前に現れると、ニヤニヤと笑いながら言った。お前には無理だと。え、パイロット養成学校の学費がいくらなのか、ちゃんと調べたのか？4年間でうん千万円だってよ。そんな大金、貧乏工場の親父が払ってくれるわけないだろ。それは、もちろん俺も知っていたからこそ、両親には言い出せなかった。その日の暮らしも精一杯で、大学に進学できるかどうかも危うかったから。机の下で拳を握る俺に、遠藤は追い打ちをかけた。残念だったな。パイロットになれば、立花だってゲットできたかもしれないのに。あ、どっちも貧乏人にはデカすぎる夢だって、とっとと諦めることをおすすめするよ。
遠藤は腹を抱えて大笑い。その言葉に、取り巻きたちも便乗して笑い出した。すぐに噂は学校中に広まり、誰もがどうせ無理だと、パイロットの夢を馬鹿にした。そんな中で、長田くんはパイロットになりたいの？すごい、かっこいい。たった一人だけ、立花だけは笑わなかった。それどころか、真剣に俺の夢を応援してくれて。立花はどうして笑わないんだ？みんなみたいに。長田くん。俺の問いには答えず、立花は俺に背を向けた。私、キャビンアテンダントになろうかな。え？長田くんがパイロットで、私がキャビンアテンダント。そうしたら、大人になっても一緒にいられるかな。こちらを振り向いて、はにかんだように笑った。その瞬間、立花は俺にとって、初恋の相手になった。一緒に過ごした時間は、いくら時が過ぎても色褪せない、大切な思い出になった。おい、長田、いつまでぼーっとしてんだよ。うわ、思い切り背中を叩かれて、はっと我に返った時には、すでに俺たちは、この花亭のすぐ目の前に立っていた。古木の門構えに、苔むした石畳。軒先には季節の花が咲き、行燈が柔らかい明かりを放っている。重厚な平屋の木造建築からは、この料亭が誇る100年以上の歴史が感じられる。とてもじゃないが、汚れた作業着なんかで来ていい場所ではない。やっぱり俺は。ほらほら、もう女の子たちは来てるってさ。待たせたらダメだろ。おい。キビスを返そうとした俺を押し込むように、遠藤は強引に、この花亭の中へと連れ込んだ。立花。ずっと会えずにいた彼女と、久しぶりに会えるかもしれない。そんな期待と、場違いな自分への引け目。それから、とにかく様々な思いが、俺の中で渦巻いていた。やあ、お待たせ。予約された和室に到着すると、遠藤は爽やかな笑顔で片手を挙げた。こんばんは。はじめまして。よろしくお願いします。俺たちを待っていたのは、女性が3人。いずれも華やかな雰囲気の美女ばかりだ。遠藤は得意げな表情を浮かべると、俺の耳元で囁いた。ラッキーだな、長田。彼女たちは現役のキャビンアテンダントだぞ。え？ドキッと、心臓が跳ね上がる。よりによって。どうした、長田？俺の様子がおかしいことに気づくと、遠藤の顔はニヤニヤ笑いに変わった。ああ、そっか、緊張してるんだな。まあお前じゃ、キャビンアテンダントとお近づきになるチャンスは皆無だもんな。その表情は明らかに面白がっているし、あからさまに俺を見下していた。それから、自分は美女たちの正面に腰を下ろすと、俺を指差しながら紹介を始めた。こいつは長田。ごめんね。こんな汚い格好で。けど仕方ないんだ。こいつはオンボロ整備工場の息子だから、ど貧乏なもんで、これしか服を持ってないんだってさ。え？困惑したように、美女たちが顔を見合わせる。それに気を良くした遠藤は、ますますニヤニヤ笑いを深めて、立ち尽くしている俺の足を肘で軽くこづいた。ほら、おさだ。彼女たちが困ってるだろ。挨拶くらいしろよ。自分は金もなければ、もちろん女性にも縁がない32歳独身ですって。ああ。あんまり惨めでかわいそうだから、今日は声をかけてやったんだぞ。俺の顔を潰さないように、せいぜい今夜は盛り上げ役をよろしく。俺が美人キャビンアテンダントをゲットできるようにな。ようやく俺は、ここに連れて来られた理由がわかった。みすぼらしい奴を隣に置くことで、自分を引き立たせよう。そう遠藤は考えたのだ。ちなみに俺は、あの桜ホールディングスなんだ。知ってるよね？東京の超有名な巨大グループ企業だよ。ちなみに、これは就職祝いで父が買ってくれたんだ。なんと100万円もするんだぜ。長田、お前の年収の何倍だよ。勤め先の自慢に、身につけている腕時計の自慢。ついでに俺をけなしながら、美女たちに自分をアピールしまくる遠藤。ちなみに、まだ俺は座ってさえいない。おっと、そんな格好で座ったら座布団が汚れるだろう。座りたいなら廊下にでも出ろよ。それと後でちゃんと掃除して帰れよな。
その作業着を雑巾代わりにして。ほら、おさだ、お前も何か話せよ。ああ、でも、何を話せばいいかわからないか。毎日毎日、朝から晩まで車の下に潜ってるだけだもんな。ごめんね、みんな。こいつ大学にも行けなかったバカだから、コミュニケーションもへったくそなんだ。俺が座ろうとするのを邪魔しつつ、ゲラゲラ笑うエンド、そして、聞いてよ、こいつ貧乏人のくせにパイロットを目指してたんだ。結局は夢破れて、今はこんな感じ、笑っちゃうよね。面白くてたまらないというように、ひときわ大きな笑い声を上げた。その時だった。すみません。美女の一人が、突然すっと片手を上げた。そして、彼女が放った一言で、室内の空気は一変した。貴重ですよね。え？キョトンとする遠藤。それをよそに、美女たちは一斉に盛り上がり始めた。やっぱり？二人も？私も実はそうかなと思って。顔を突き合わせて、キャーキャーと黄色い声を上げる三人。すると、最初に手を挙げた美女が立ち上がって、こっちに座ってください、長田機長。俺の腕を取って、にっこりと微笑んだ。その瞬間、遠藤はあんぐりと、大きく口を開けた。長田機長だって？ああ、やっぱり知らなかったのか。美女たちの間に招かれながら、俺は遠藤に明かした。自分は夢破れてなどおらず、ちゃんと夢を叶えたこと。パイロットになることができたのだと。自社養成だよ。自社？確かに、パイロット養成学校には余裕がなくて、進学できなかった。だから、航空会社に就職してから目指したんだ。航空会社によっては、自社でパイロットを養成しているところもある。俺が就職した会社が、まさにそうだった。奨学金を借りて、大学を卒業すると、飛行機の整備部門で働きながら、勉強と訓練を行った。もちろん、並大抵の努力で、成し遂げられるものではなかったけれど、実家が貧乏でも、俺はパイロットになれた。そして、まさか、こんなところで会えるなんて、史上最年少で機長に就任した、凄腕エースパイロットに。あの悪天候と、エンジントラブルと、機長の体調不良が重なった最悪のフライトを、見事に乗り切って見せた手腕で新機長に抜擢されたんですよね。今でも我が社の伝説です。あるフライトでは、海外の超VIPがわざわざ長田機長の便を選んで登場したとか。美女たちが口々に語るにつれて、どんどん遠藤の顔から血の気が引いていく。とても信じられない。けれど、美女たちが冗談を言っているようにも聞こえない。そんな表情を浮かべて絶句している。すると、最初に声を上げた美女が、そっと俺の耳元で囁いた。機長、私たちのこと覚えていますか？いや、ごめん。正直全然。ですよね。え？実は、と、彼女は苦笑いを浮かべた。自分たちは、キャビンアテンダントではなく、空港勤務のグランドスタッフ。航空会社の社員だと聞いた遠藤が、勝手にキャビンアテンダントだと勘違いしたのだと。まあ、キャビンアテンダントの方が男性受けするかなって、みんなで訂正せずにいたんですけど。なるほど。でも、会社の子ならみんな長田さんを知っていますよ。超有名人ですから。そこへ、他の美女たちも寄ってきて、三人で俺を取り囲んだ。佐々木さんばっかりずるい。私も機長とお話ししたいのに。ああ、私は田中です。会社の女子みんな、機長のこと狙ってるんですよ。でも合コンとか全然来てくれないでしょ？だから今日ここに来て超ラッキーです。ちなみに私は山田と言います。競い合うように、自己紹介をするやら、どれだけ俺について知っているかアピールするやら、大騒ぎする三人の中心で、俺は三方から、次々に話しかけられて、目が回るよう。その一方で、一人ポツンと座る遠藤は、完全に忘れ去られていた。そうだ。実は俺、君たちの上司とも顔見知りで。なんとか話題を見つけて、女性陣の気を引こうとする。ところが、そうなんですか？すみません。今、長田さんとお話ししているので。
遠藤さんのお話なら、さっき十分すぎるほど聞きましたから。全員に冷たくあしらわれて、誰からも相手にされない。呆然とした様子で、遠藤は口をパクパクとさせるばかりだった。そのうち、いつの間にか、ひっそりと姿を消していたのだった。すみません、ちょっと。俺もすっかり疲れてしまって、一瞬の隙を見て立ち上がった。逃げるように部屋を出て、ついでにトイレでも行こうかと、廊下を歩いていると。長田くん?不意に背後から声をかけられ、振り返ると、そこに立っていた女性の名前を、俺は一目で言い当てた。立花、だよな。ええ、久しぶりね、長田くん。目を細めて微笑むのは、立花智恵だった。帰ってきていたのね。知らなかったわ。うん。なんだか急に恥ずかしくなって、俺はうつむいた。目の前の立花に比べて、俺と来たら、ごめん、こんな汚い格好できて、急に連れて来られたものだから。いいえ。微笑みながら、立花は首を横に振った。どんな服装のお客様も、当料亭は歓迎いたします。その口調に、しずしずと頭を下げる仕草。彼女はすっかり、この料亭の女将だった。濃紺の着物を見事に着こなし、髪は少しの乱れもなく、きっちり結い上げている。10年以上を経て再会した初恋の相手。昔よりもずっと大人びて、もっと綺麗になった姿に、俺は目を奪われて。みるみる鼓動が速くなっていった。ありがとう。あの立花。ねえ、長田くん。同時に口を開いた。俺たちの声が重なった、その時だった。長田さん、もうどこ行っちゃったの?大声で俺を呼ぶ声が、廊下の向こうから近づいてきた。そして、あ、長田さん、探したんですよ。なかなか戻ってこないから。姿を見つけるや否や、こちらに駆け寄ってきた女性は、俺の腕にぎゅっとしがみついた。ちょっと、君は、佐々木さんだっけ?覚えてくれたんですか?嬉しい。佐々木りみです。ほんのり顔が赤くて、強いアルコールの匂い。どうやら、俺がいなくなってから随分飲んだらしい。腕にしがみついたまま、俺を見上げてにっこりと笑う。そして、ますます強く、体を押し付けるように抱きついてきた。もっと一緒に飲みましょうよ、長田機長。機長。ぽつりと、立花がつぶやく。その顔からはいつの間にか笑みが消えていて、なぜだか少し怒っているようにも見えた。もしかして、パイロットになったの?そうなんだ、実は。そう。一瞬だけうつむくと、すぐに立花は顔を上げた。その時にはもう、顔には微笑みが戻っていた。おめでとう、佐田くん。ありが。ねえ、機長、もう戻りましょうよ。もっと機長の武勇伝を聞かせてください。俺たちの会話を遮るように、佐々木さんは声を張り上げて、同時に俺の腕をぐいっと引っ張った。ちょっと。バランスを崩した俺は、危うく転びそうになって。やだ、大丈夫ですか、機長?どうも、ありがとう。とっさに支えてくれた佐々木さんと、計らずも体が密着する形になってしまい。ごめん、もう大丈夫だから。慌てて彼女と距離を取った直後、背後で咳払いの音が響いた。他のお客様のご迷惑になりますので、廊下ではお静かにお願いします。立花の目は、まっすぐに佐々木さんだけを向いていた。注意された佐々木さんは、ムッとして、立花を睨み返した。なーによ、私もお客様よ。その態度は失礼じゃないの?まあ。ごめん、立花。うるさくして。行こう、佐々木さん。ああ、待ってください、長田さん。なんだか不穏な空気を感じ取り、慌てて俺はその場を離れることにした。去り際、なんとなく振り向くと。またね、長田くん。こちらに向かって、立花は小さく手を振っていたのだった。ああ、また。それから数日後、俺は少し緊張しながら、この花亭の門をくぐった。ちなみに今度は作業着ではなく、しっかり、シャツとスラックスに着替えてきた。ふぅ、よし。深呼吸をして、ガラガラと重い引き戸を開ける。すると、
いらっしゃいま。あ、長田くん。立花の声が玄関に明るく響いた。今日は薄緑色の着物を着た彼女が、顔を輝かせて駆け寄ってくる。来てくれたのね。約束したから、またって。少しぶっきらぼうな返事になってしまったのに、立花はにっこりと微笑んで。ようこそ、この花亭へお越しくださいました。心よりのおもてなしをさせていただきます。指先まで洗練された所作で、お上として優雅に頭を下げた。やっぱり、すごく綺麗になったな。彼女が頭を上げるまで、俺は密かに見とれていたのだった。お昼のおすすめは、この花亭特製懐石ランチよ。へえ、じゃあそれを頼むよ。かしこまりました。少し待っていてね。立花が店の奥に引っ込むと、俺はカウンターから店内を見渡した。積み重ねてきた歴史を感じさせるのに、決して古臭くは見えない。どこまでも店主の気配りが行き届いた、老舗高級料亭の名にふさわしい場所。昔の俺なら、足を踏み入れることさえできなかった。そう考えると、なんだか感慨深い。周囲から馬鹿にされていた俺は、自分の努力で貧乏を乗り越えて、こんな店にも来られるようになったんだ。いい店だな。今度は、父さんと母さんも誘ってみよう。新しい仕事が始まる前に。お待たせしました。しばらくすると、立花は自ら、料理が乗ったお盆を運んできてくれた。そして、ごゆっくりどうぞと、再び奥に引っ込むかと思いきや、くるりと、俺の方を振り返った。ちょうど私も、お昼のまかないを食べるところだったの。よかったら、一緒に食べてもいい？ああ、それは、とても懐かしい言葉だった。孤独だった俺に、彼女だけが声をかけてくれた。あの時の記憶が一気に蘇ってくる。胸がじんわりと、温かくなりながら、俺はうなずいた。ああ、もちろん。その後は、まるで時間が巻き戻ったようだった。二人でこの花亭伝統の美味しい料理を食べながら、言葉を交わして笑い合う。もう一度こんな時間を立花と過ごせるなんて、夢にも思っていなかった。長田くん、本当にすごいわ。パイロットになる夢を叶えたんだもの。ふと箸を止めると、立花は柔らかい笑顔を浮かべた。そういえば、パイロット養成学校の受験を断念したとき、遠藤たちはやっぱりなと笑う中で、彼女だけは違った。落胆する俺と同じくらい、とても残念がってくれたっけ。遅くなったけどおめでとう。長田くん、なんだか私までとっても嬉しい。ありがとう、立花。思わず目頭が熱くなる。それをごまかすように、俺は別の話題を持ち出した。立花も聞いているよ。すごく頑張ってるって。ええ。表情を少し曇らせて、立花はそっと箸を置いた。そして、ぽつりと独り言のようにつぶやく。私が頑張らないと、今はここの主だもの。この花亭の先代店主、立花の父は、彼女が大学4年の時に、急な病で他界。そのせいで立花は、キャビンアテンダントになりたいという夢を諦めることになった。ある大手航空会社に内定し、夢に手が届きかけていたのに、途方に暮れるお母さんを見捨てて、私だけ好きなことはできなかったの。もちろん、夢を諦めるのは辛くて、苦しかった。だけど、静かに首を振りながら、立花は小鉢の一つを手に取った。長田くん、お味はどう？え、ああ、もちろんすごく美味しいよ。昔立花が分けてくれた時と全く同じ。格式高いのに、どこか親しみやすいような。ふふ、ありがとう。だから私後悔はしていないの。代々この店に伝わってきた料理を、父の代で途絶えさせることなく、今もこうしてお客様に楽しんでいただけている。大好きなこの花亭を、その手で守ることができたから。夢を諦めた自分は、間違っていなかったと、立花は俺に微笑んだのだった。そっか。長田くん？この強さだ。あの頃彼女に心惹かれた理由は、長い時間を経て、納得しながら、俺は密かに呼吸を整えた。立花、ところで、今は、その時だった。立花の表情が、再び曇っていることに気づいたのは、
これからも、ずっと守っていくつもりだったわ。え？見て、長田くん。そう言いながら、彼女は背後を振り返った。俺以外には誰もお客がいない。ガラガラの店内を。みんなの反対を押し切って、リーズナブルなランチの提供を始めたはいいけれど、結果はこの有様で。もって、あと1、2年かしら。立花。この店を昔から支えていた、接待に使うお客や観光客の減少。祖父の代から勤める料理長をはじめ、働く従業員たちの高齢化、仕入れ代の高騰など、立花は次々と、現在のこの花亭が抱えている問題を挙げた。とても静かでしょ？お給料を払うのも大変になってきて、お昼は料理長と私だけが残って、他のみんなには休んでもらっているの。それで店を回せるくらいお客がいないの。深いため息をついて、立花はうつむいてしまった。カウンターの下では、拳をぎゅっと握りしめながら、まだ諦めてはいない。でも、今まであらゆる手を打ってきて、これ以上打つ手を思いつかない。そんな悔しさが伝わってきて、俺も胸が締め付けられるようだった。立花、俺は、君のために何かできることはないだろうか。そう言いかけた、その時だった。だから、俺がどうにかしてやるって言ってるだろ。突然背後から声が響いて、俺たちが振り返ると、そこに立っていたのは、なんと遠藤だった。お前を助けられるのは俺だけだ。だから、お前は俺のものになれ。前からそう言ってやってるだろ、ともえ。ニヤニヤと笑いながら、自慢の腕時計を掲げる。まるで、俺と立花に見せつけるように。なんだって？その話は、はっきりとお断りしたはずよ。驚愕した俺の声と、椅子を立ち上がる立花の声が重なった。まっすぐに遠藤を見据え、立花は再び、きっぱりと言い切った。月に何度も利用してくれるのは、とても助かっているわ。けれど、それとこれとは別。私には、あなたとお付き合いする気なんて全くありません。へえ。遠藤の表情は一瞬、悔しそうに歪んだが、次の瞬間にはニヤニヤ笑いに戻り、はっと鼻で笑った。果たして、そんな態度をとっていいのかな？え？俺は超有名企業、桜ホールディングス本社の若手で、一番のホープだぞ。社長にも強い信頼を寄せられていて、プライベートでもご一緒するほどの仲だ。そんな俺が、この花亭にはもう行かない方がいいと一声かければ、どうなると思う？は？にやりと、遠藤が一段と深く不気味に笑うと、立花の顔からは、みるみる血の気が引いていった。俺は思わず立ち上がり、彼女の前に立ちはだかった。やめるんだ、遠藤。あ、いたのか、長田。俺の友恵のために昼飯を食いに来てくれたんだな。どうもありがとうよ。やめろ。大方、二人の会話で察しはついた。遠藤は、この花亭の存続を不安がる、立花の心につけ込んで、交際を迫っている。そして、立花がとても嫌がっているのだと。だったら、俺は両手を広げて、遠藤を睨みつけた。ここから出ていけ、遠藤。はあ？部外者は引っ込んでろよ。どうせ客も連れてこれない、ぼっちの貧乏人が。ギャン！遠藤が俺を怒鳴りつけた、その瞬間だった。小さな悲鳴を上げて、その背後から別の人物が姿を現した。それは、もう遠藤さん、びっくりしたわ。急に大きな声を出すから。佐々木さん。なんと、先日の合コンメンバーの一人、グランドスタッフの佐々木さんだった。長田さん、お久しぶり。とっても会いたかったわ。俺に向かって、にっこりと笑う佐々木さん。その一方で彼女は、立花に対しては眉をしかめて、冷たい目で睨みつけた。私、あなたに宣戦布告しに来たの。宣戦布告？同級生だか知らないけれど、負けないから。長田さんに選ばれるのは、この私よ。え？佐々木さん？困惑する俺たちの前で、佐々木さんは大げさなほど深いため息をついた。それから、立花に向かって、さらに驚愕の言葉を放ったのだった。長田さんをたぶらかさないで。汚いのよ、同情を引くなんて。え？うちの会社一の美人キャビンアテンダントでもダメだった彼と、あんな親しげに話して、どうせ
大変な中でもけなげに頑張っている自分をアピールしたんでしょ？それか、パイロットだからってなりふり構わず媚びを売ったのかしら？軽蔑するような笑みと共に、その言葉が放たれた瞬間、俺は静かな、けれど全身を焼きそうなほど強い怒りの炎に包まれた。佐々木さん、自分のものとは思えない、とても低い声が喉から漏れる。これ以上立花を侮辱するなら、俺はあなたを絶対に許さない。ひ途端に青ざめて、顔を引きつらせた佐々木さんが後ずさりする。彼女を睨みつける俺。そんな俺たちの間に遠藤が割って入った。まあまあ、今日のところは退散しよう。佐々木さん、きっと長田も分かってくれるよ。君が本気だって。ええ。佐々木さんの肩を叩いて、遠藤はきびすを返した。そのまま玄関に向かうかと思いきや、去り際にこちらへ首だけで振り向いた。残念だったな、長田。機長になれた程度じゃ、お前に巴は助けられない。この花亭を救えるほど客を呼べるわけがないからな。覚えておけよ、巴。お前を助けられるのは俺だけだ。今に泣きつくことになるさ。私をあなたのものにしてくださいってな。高笑いをしながら、佐々木さんの肩を抱いて去っていく遠藤。その言葉は、まさしく俺たちに対する宣戦布告だった。ごめんなさい。長田くんまで巻き込んでしまって。俺を玄関の外まで送りながら、立花はしゅんと肩を落とした。その肩に、思わず手を置いて慰めたくなりながら、ぐっとこらえて、俺は首を振った。また来るよ。え、でも。遠藤たちはどうせまた来る。向こうが来るなら、俺も受けて立たないと。いや、そんなことよりも、この店の料理はやっぱりすごく美味しい。一度味わえば、誰でもまた来たくなるよ。俺が腕を組んでうなずくと、立花はみるみる目を潤ませた。目尻の涙を指で抑えながら、くしゃりと表情を崩す。ありがとう。長田くんがモテモテな理由、わかった気がするわ。の？とっても優しくて、おまけに機長さんだもの。もしかして会社でも、長田くんをめぐって、女の子たちが。誤解だ。慌てて俺は首を振って、全力で否定した。全然そんなことはないから。そう、恋人もいないし。そうなの？もったいない。長田くん自身は、いいなと思う人はいなかったの？ああ。俺は立花に背中を向けて、門の外に向かって歩き始めた。多分、俺は結婚もできないと思うから。え？それから2週間ほどが過ぎた。俺は両親の手伝いをする傍ら、新しい仕事の準備をする合間を縫っては、この花亭に足を運んでいた。毎回、絶品の料理に舌鼓を打ちつつ、店の様子を気にかけていた。客足は相変わらずで、立花の表情には、常に不安の影がつきまとっていたが。いつもありがとう、長田くん。俺が来るたびに見せる笑顔は、心の奥まで温かくしてくれる。あれから、遠藤たちも姿を現さないようで、俺たちはすっかり安心していた。そんな、ある日の夕方。俺は用事があって、偶然この花亭の近くを通りかかった。その時。そうだ。どうせなら、この店にすれば。ちょうど新しい仕事の関係で、先方と打ち合わせをする予定があった。その会場は、この花亭にしよう。我ながらいいアイディアを思いついたと、急遽立ち寄り、玄関の引き戸を開けた瞬間、俺は驚きで足を止めた。普段は静まり返っている店内が、今日に限って騒がしかったのだ。どうしたんだろう。首をかしげながら足を踏み入れると、パタパタと廊下を走り回っていた立花が、俺を見つけて駆け寄ってきた。長田くん、こんな時間に珍しいわね。どうかしたの？ああ、実は予約をしたくて。でも何かあったの？みんな忙しそうだけど。それがね、久しぶりに宴会の予約が入ったの。全部で30人ですって。30人？思わず大きな声を上げてしまった。それだけの大宴会なら、この花亭のピンチも少しは救われるはず。なのに、どうして立花の表情は浮かないんだろう。そう思った瞬間、店の奥から従業員たちの会話が聞こえてきた。よかったわ。
これで当分は安心ね。そうそう、てっきりもうダメかと。お給料の方も大丈夫そうね。その声には喜びと安堵感が溢れていた。みんなこの花亭の経営難には不安を抱えていたのだ。しかし立花どうかしたのか。え、正直あまり嬉しそうには見えないから何か問題でも。ああ。少しの間沈黙した後、立花はうつむいたまま小さな声で答えた。実は予約してくれたのは遠藤くんなの。え？その名前を聞いた瞬間、俺の中で警報が鳴り響いた。大きな恩を売ってまた立花を揺さぶるつもりなのか。一瞬断ろうかと思ったわ。でもみんながすごく喜んでいたからどうしても断れなくて。立花の声は震えていた。きっと彼女も遠藤の魂胆を察したのだろう。けれど苦しい経営状況の中で働いてくれる従業員たちを思えば、個人的な理由だけで断ることはできない。この花亭の店主としてこの予約を受けることにしたのだ。急なことで、あと一週間後が当日なの。大急ぎで準備しなくちゃ。顔を上げた立花は気丈に振る舞いながら力のない笑顔を浮かべていた。彼女のために俺に何かできることはないのか、そう思った時だった。一週間後、それってもしかして金曜だったりしないか。え、ええ、遠藤くんの予約は金曜の19時だけど。実は俺も金曜に予約しようと思ってきたんだ。え？にわかに立花の表情はパッと明るくなった。本当に？ああ、向こうとは比べ物にならないほど人数は少なくて悪いけど。そんなことないわ。ようやくいつもの笑顔を浮かべる立花。俺もひとまずほっとした。その直後だった。ありがとう、長田くん。嬉しい。あ、突然、ドキッと心臓が跳ね上がった。立花が、俺の手を取って、ぎゅっと握ったせいで。あ、ごめんなさい、つい。え、いや、じゃあ来週の金曜19時、個室を二人で、よろしく。少し気まずくなった空気から逃げるように、俺はそそくさと、立花の元を後にした。胸の中に決意を秘めながら、当日は遠藤の行動を見張ってやろう。立花に何かするつもりなら俺が止めてやる。ところが予約当日、俺は間に合わなかった。この花亭に到着した時、それはすでに起こってしまった後だったのだ。遠藤たちの宴会が始まるのは俺の予約と同じ19時。念のため少し早めに行って待とうと、俺は18時40分過ぎ、この花亭に足を運んだ。外は日暮れから降り続いている大雨。着ているスーツの裾もびしょ濡れになってしまうほどだった。え？この花亭の門をくぐった、その瞬間、俺は自分の目を疑った。何やってるんだ、そんなところで。玄関の前で、着物姿の女性が一人佇んでいたのだ。この大雨の中で、傘もささずにポツンと。まるで魂が抜けてしまったかのように。おい立花。俺は刺していた傘も落として石畳を蹴って駆け寄った。近づくにつれてその姿がはっきりと見えてくる。いつもきっちりまとめている髪は雨ですっかり乱れてしまって、肩は小刻みに震え、ぐっしょり濡れた着物は重そうに垂れ下がっている。あ、俺の方を向いたはずの瞳はどこか遠くを見つめているようにうつろだった。どうしたんだこんなところで。長田くん。かすれた声で立花が俺の名前を呼ぶ。それだけで何か非常事態が起きたのだと悟った。だって。え？さっき突然電話があって。ぽつりぽつりと明かす立花の声は雨音でかき消されそうなほど小さい。震える唇から少しずつ言葉が紡がれていく。今日の予約はキャンセルだって。遠藤くんが。なんだって。俺は愕然として息を呑んだ。ところが立花の表情はさらに絶望的な問題が起きたことを俺に伝えていた。それから噂を流されたくなかったら俺と結婚しろって。なんだよそれ噂って。ドタキャンの理由はこの花亭にあるって。食中毒を出したとか
宴会場が不衛生だったとか、自分なら勝手にでっち上げられるって。立花はうつむき、さらに大きく肩を震わせ始めた。みんな、今日のためにすごく頑張ってくれたのに、今できる限り最高の食材を揃えて、隅々まで宴会場を掃除して、私だって。立花。長田くん、私、この店を守らなきゃ。あ、いくつも雨粒の筋ができた方を、震える声と同時に新しい水滴が伝う。涙をこぼしながら、立花が力なく笑った。その瞬間、俺は彼女の決意を悟った。私の返事によっては、キャンセルも取り消してくれるって。ダメだ。俺は思わず、その両肩を強く掴んでいた。立花は、遠藤と結婚するつもりだ。愕然としながら、俺は立花に訴えた。ダメだ、立花。自分を犠牲にするなんて。でも、それしか、もう方法は。だけど、頭の中で、様々な感情が嵐のように渦巻いた。遠藤への怒り、立花から伝わってくる悲しみと悔しさ。その中でも一番強かったのは、立花を守れなかった。そして、守る方法を思いつけない自分への憤りだった。くそ。やり場のない思いに唇を強く噛みしめた。するとその時、長田じゃないか。こんなところで何してるんだ。俺の婚約者と一緒に。聞き覚えのある、こちらの神経を逆なでするような声。振り返ると、そこには遠藤が立っていた。その顔には、いつも以上に底意地の悪い笑みが浮かんでいる。遠藤、お前。俺は反射的に、立花を守るために、彼女の前に立ちふさがった。すると、失恋しちゃってかわいそう、長田さん。私が慰めてあげたいわ。遠藤の背後から姿を現したのは、佐々木さんだった。トモエ、俺と結婚するなら、今から人をかき集めてやるぞ。立花に向かって、勝ち誇ったような笑みを浮かべる遠藤。今からって、あの予約は、嘘だったの？立花の震える声が、雨音の中で悲痛に響いた。雨に冷えて青ざめた顔から、ますます血の気が引いていくのが見えた。ああ、もちろん。遠藤は肩をすくめて、まるで悪びれもせずに答えた。お前を手に入れるための作戦だよ。嘘も方便ってやつだな。その瞬間、俺は怒りを爆発させた。遠藤！歯を食いしばり、爪が食い込むほど強く拳を握りしめる。ところが遠藤は、俺を完全に無視して、立花に向かって話し続けた。俺は高校の時から、ずっと巴が好きだったんだよ。なのにお前と来たら、いくらアピールしてもなびかなかったよな。俺のことなんか、まるで眼中にないみたいに。ええ、だって遠藤くんは。その理由はこいつか？は？はっと、立花が息を呑む。遠藤の指は、まっすぐに俺を指さしていた。するとさらに、遠藤は立花を揺さぶる言葉をかけた。もし俺を選ぶなら、今後もっと宴会を開いてやる。しかも、コンスタントに。え？俺は国内トップクラスの大企業に勤める男だぞ。部署の飲み会に接待に、口実は腐るほどあるからな。それだけで随分儲かると思うんだが、この店を守りたくないのか、トモエ。それは。やめろ。俺は叫びながら、遠藤につかみかかった。立花が断れないのを知っていて、この卑怯者。は、お前がそれを言うか、長田。俺の手を払いのけながら、遠藤は鼻で笑った。どういう意味だと、俺が眉をしかめた。その時だった。遠藤さんの言う通りよ。耳に届いた冷ややかな響きが、俺の胸に突き刺さった。卑怯者は、果たしてどちらかしら？佐々木さん？薄笑いを浮かべながら、佐々木さんは俺を見つめていた。キャビンアテンダントをしている友達に確認したわ。長田さん、一ヶ月前にうちの会社を辞めているじゃない。なのに貴重だなんて言って、嘘つきね。え？背後で、立花が小さく声を漏らした。佐々木さんは、まるで俺の弱みを握ったかのように、ゆっくりと歩み寄ってきた。彼女も失望したんじゃない？本当のあなたは無職だと知って。長田くん、そうなの？彼女が吐く言葉の一つ一つが、俺と立花の間に
溝を深めていくようで。違うんだ、立花、俺は。そんな長田さんも、私なら受け止めてあげるわ。よかったな、長田。お互い幸せになれそうで。慌てて弁明しようとする言葉も、遠藤たちに遮られる。徐々に近寄ってくる二人と俺の間で、立花は混乱したように視線をさまよわせた。俺を信じたい気持ちと、疑わざるを得ない気持ち、その板挟みになって。いつまでそんな嘘つきの後ろに隠れているんだ？こっちに来いともえ。立花に向かって手を伸ばしながら、ふと思いついたように、遠藤は左腕の袖をめくり、腕時計を見た。おっと、もうすぐ19時になるぞ。このままだと本当に宴会は中止だな。19時。ぽつりとつぶやいた俺に、全員の視線が集まった。何か言ったか、長田。ああ。俺はまっすぐに顔を上げて、遠藤を見据えた。自分が立花にしたことを後悔するんだな、遠藤。はあ？負け犬がいきなり何を。顔を歪めた遠藤。その言葉は途中で切れた。それは突然、この花亭の門の前に車が止まったから。降りしきる雨の中、滑り込むように止まったのは、黒塗りの高級車。そのドアが開き、降り立ったのは、白い髭を生やした和服姿の老人だった。おや、ずぶ濡れになってそこで何をやっとるんだ。スーツ姿の男性に傘を持たせながら、こちらに向かってくる男性。そして、俺たちの前まで来ると、ピタリと足を止めた。風邪などひいたらどうする？早く中に入りなさい。すみません。実はいろいろと事情が。親しげに話す俺と老人。その様子を見ていた遠藤は、みるみる顔色を変えていった。嘘だろ？社長？驚愕の声を上げ、よろめくように後ずさる。それに反応した老人は、遠藤の顔をまじまじと見つめた。お前は、続いて俺に向き直る。知り合いかねえ、長田機長。機長ですって。すかさず声を上げたのは、佐々木さんだった。新しい弱みを見つけたかのように、俺を指さして、笑い声を上げる。長田さんたら、こんなおじいさんにも嘘をついていたの？とっくに機長でもなんでもないのに、仕方ない人ね。黙れ。彼女の言葉を大声で遮ったのは、遠藤だった。え、どうしたの、遠藤さん。おじいさんなんて失礼な呼び方をするな。この方はな、桜ホールディングスの社長だぞ。え？佐々木さんが目を見開いて絶句する。そう。俺の目の前にいる老人は、国内有数の巨大グループ企業、桜ホールディングスのトップ、桜寛一社長。そして、彼こそが、俺がこの花亭で待ち合わせをしていた相手だ。どうなってるんだ？どうして長田と社長が？全く意味がわからないというように、遠藤はよろめきながら頭を抱えた。ようやく社長も到着したことなので、俺は説明してやることにした。俺は確かに1ヶ月前、佐々木さんが働いている航空会社を退職した。それに合わせて、もちろん機長も辞めることになった。けれど、それは機長になるためだったんだ。は？あっけに取られた顔を上げる遠藤。どういうこと？と、背後で立花もつぶやく。すると、社長が説明を引き継いでくれた。今から半年前だ。彼が機長を務める飛行機に搭乗した際、突然の乱気流に巻き込まれてな。それを見事に切り抜け、我々を無事に空港まで届けてくれた操縦テクニックに、わしは惚れ込んでしまったのだ。うっとりした目で語る社長を見て、俺も当時を思い出す。そのフライトを終えた直後、社長は熱烈なオファーを会社に送ってきた。あの長田という機長を専属パイロットとして譲ってほしいと破格の待遇を提案して。それは3ヶ月も止むことがなく、俺は迷った末に社長のオファーを引き受けることにした。社長が出資されている個人用ジェット機の製造、販売やパイロット派遣を手掛ける企業に転職したんだ。プライベートジェットの機長として。なんだって？嘘。遠藤と佐々木さんは唖然とした表情で俺たちの言葉を聞いていた。つまり俺が今も機長なのは本当で、分かってもらえたかな。ええ。振り向けば立花も驚いた表情を浮かべていた。おずおずとうなずくのを見て
俺はほっと一安心。彼女に嘘つきだと思われるのが何よりも辛いことだったから。長田機長の操縦で空を飛ぶのが今から楽しみで仕方ない。その日に向けて体調は万全にしておいてもらわんとな。だから中へ入るようにと、俺たちをこの花亭の方に追い払って、立花が玄関の戸を開けるのを見届けると、社長は遠藤に向き直った。お前は一体どこの誰だ？ああ。噂で聞くに、私と懇意だと触れ回っている人間がいるらしい。そう、ちょうど君と同じような背格好の、全く見ず知らずの若者が。遠目にも、遠藤の顔が青ざめていくのが見えた。社長は、隣に立つ秘書に命じて、タブレットで何かを調べさせ始めた。そして、ものの一分足らずで。彼の使命は、遠藤誠一です。げっ！秘書が、タブレットを社長に向けると、遠藤の肩はギクッと大きく動いた。本社ではなく、この町にある地方支社の社員です。所属している営業部では、常に最下位クラスの営業成績。社内で様々な問題を起こしては、専務を務める父親がことを収めている模様です。どうしてそんなことまで？わなわなと震え、よろめく顔面蒼白の遠藤。つまり、桜ホールディングス本社の人間でも、若手のホープでも、社長に信頼を寄せられているわけでもなくて、本当の嘘つき。それも、大嘘つきは彼だったということだ。何万人と社員を抱えていれば、お前のようなものも珍しくはない。見栄のために嘘を重ねる。最も信頼に値しない人間だ。社長。たとえ地方支社とて、桜ホールディングスの名がつく場所に置いておくのは耐え難い。その顔、二度と見たくないものだな。いてつくような声色で、そう遠藤に言い放つと、最後に社長は吐き捨てるように言い放った。今のうちから次の職場を探しておくがいい。と。そんな。完全に顔の色を失った遠藤は、濡れた石畳に膝から崩れ落ちたのだった。待たせたな。遠藤をバッサリ切り捨てると、社長は玄関で髪を拭く俺たちの元にやってきた。そして、申し訳ない。立花に向かって、深々と頭を下げたのだった。いえ、そんな、どうか頭をお上げください。我がグループの人間が、こちらに迷惑をかけたようだ。そうだろう、長田君。さすがは桜社長、お見通しですね。俺は社長が、この店にやってくるまでをかいつまんで説明した。すると社長は渋い顔になって、再び、先ほどよりさらに深く頭を下げた。誠に申し訳ない。どうか、あの男に代わってお詫びをさせてはもらえないかね。そんな、お詫びだなんて。立花、社長は一度言い出したら聞かない人だよ。俺を専属パイロットにしたように。でも。困った顔をして、立花は俺と社長を交互に見た。そして、俺が言った通りだとわかると、最後に、わかりましたとうなずいたのだった。ありがとう、おかみ。では、宴会を中止せずともいいよ。今すぐに人を集めよう。え？俺も知り合いに声をかけてみるよ。ここから近くに空港があるだろ。元職場の仲間たちも働いているから。ありがとうございます、社長。ありがとう、長田くん。みるみる目に涙を浮かべて、立花は俺たちに頭を下げた。そして、顔を上げたとき、彼女は俺が知っている、あの柔らかい笑顔を取り戻していたのだった。それから30分後、この花亭の宴会場は、100人近い人間で溢れ返っていた。さらに、宴会場に入りきれなかった人々は、他の個室やカウンターを埋めて、この花亭は、この十数年で最も忙しい夜を過ごすことになった。あ、本当にありがとう、長田くん。また後でね。もちろん従業員たちはてんやわんや。店主として采配を振るう立花も、店の端から端までを忙しそうに駆け回っていた。額に汗を浮かべながら、嬉しそうに顔を輝かせて。よかったな、立花。俺も、嬉しさが胸の奥からこみ上げながら、少し酔いを覚まそうと、玄関から外に出た。すると、わ、びっくりした。思わずぎょっとして、その場で飛び上がりかけた。なぜなら、闇にぼーっと浮かび上がる人影が、こちらをじっと見つめていたから。ぐっしょり濡れた髪を垂らして、門の前に立っていたのは、佐々木さん。
長田さん。近づいてくる俺に気づき、ほっとしたように表情を和らげる。そんな佐々木さんには、遠藤と一緒だった時に見せたようなトゲトゲしさは、少しも見当たらなかった。ごめんなさい、長田さん。雨が上がった夜空の下で、弱々しく震える声が響く。てっきり、もう帰ったかと、どうかしたの？私、最後にもう一度だけ、長田さんとお話ししたくて、長田さんに謝りたくて。小さなくしゃみをすると、佐々木さんはカタカタと体を震わせた。それを見た俺は、思わずポケットからハンカチを取り出していた。これ、よかったら。え？このままじゃ風邪をひくよ。せめて髪を拭いて、早く帰った方がいい。長田さん。じっと、俺が差し出したハンカチを見つめると、顔を上げた佐々木さんは、力なく微笑んだ。やっぱり、覚えていませんか？私のこと。え？私は覚えています。前にもこうしてハンカチを貸してくれたこと。そう言って、佐々木さんが語り始めたのは、その日、彼女はグランドスタッフの業務でクレーマーに遭遇し、かなりひどい言葉で責め立てられた。現場ではなんとかこらえたものの、休憩時間になるとこらえきれず、空港のトイレに駆け込んだ。そして、しばらく一人で泣いていたという。その後です。会社の有名人だった長田さんと初めて話したのは。あ！ようやく俺も記憶が蘇ってきた。フライトに向かう途中、女子トイレから飛び出してきたスタッフとぶつかりかけたのだ。顔を上げた彼女は真っ赤に泣き晴らした目をしていて。大丈夫？これよかったら。思わず俺は自分のハンカチを差し出したのだ。佐々木さんはあの時の。相変わらず。長田さんは優しいんですね。私なんかにまたハンカチを貸してくれるくらい。あんなことをした私にも。微笑みながら、みるみる佐々木さんの目が潤んでいく。やがて、涙を頬に伝わせると、彼女はピンと背筋を伸ばした。あの時、長田さんが優しくしてくれたおかげで、私は仕事を続けられました。あなたの優しさが、心の支えになったから、泣きたくてもこらえられるようになって。それが自信になったから、今も笑顔で働けています。ありがとうございました、長田さん。それから、と佐々木さんは付け加えた。長田さんのことが大好きです、と。ごめん、俺は。さようなら、本当にありがとうございました。これで、新しい恋ができそうです。そう少し寂しげにつぶやいて、佐々木さんは門を出ると、夜の暗がりへと消えていったのだった。やがて、大いに盛り上がった宴会もお開きになった後、玄関先で桜社長を見送ると、隣にいた立花がぽつりと言った。本当に好きだったみたいね、長田くんのこと。え？佐々木さんとの会話を聞いていたのか。驚いて隣を見ると、立花もまた俺を見つめていた。彼女の気持ち、私もわかるわ。え？本当に優しいから、長田くんは。どうにかして自分だけに優しくしてほしいって思っちゃう。ちょっとだけね。それって。ね、長田くんが結婚できないなんて、そんなことないわ。どうしてそう思うの？ああ。俺が口を開くまで、立花はじっとこちらを見つめ続けていた。まるで彼女の未来にも関係があるかのように。俺には付き合っていた人がいたんだ。その人は、同じ会社のキャビンアテンダントで、なんとなく、いずれは結婚も、とまで考えた相手だった。俺がパイロットになるのを応援して、支えてくれた恩人とも言える女性。ところが、晴れてパイロットとして働き始めると、見てしまったんだ。同僚のキャビンアテンダントに、パイロットになれなかったら、別れるつもりだった、と話しているところ。え？元恋人は、俺がパイロット候補として有望視されていたから、俺に接近したのだった。それにショックを受けて、俺は彼女を信じられなくなり、別れを切り出した。ところが、彼女の方は絶対にうなずかなかった。きっと、将来は機長になるかもしれないと言われていたから、絶対に別れない。私はあなたと結婚するんだって。あの時の目が、今でも忘れられない。とても怖くて。結局それから、元恋人はストーカーまがいの行動までするように。
フライトの間以外は四六時中つきまとい、また俺に近づく女性は誰でも攻撃するので、業務にも支障が現れ始めた。その段階で会社が問題視して、彼女を解雇してくれたが、俺に刻まれた恐怖が、それで消えてなくなるわけではなかった。女性が怖いんだ。深い関係になると、彼女のようになってしまうんじゃないかって。考えただけでも怖くて、誰とも付き合うことができない。だから、きっと、結婚はできないよ。これから働く会社には、女性社員がいない。それもまた、桜社長のオファーを引き受けることにした理由だった。これでもかなり改善した方で、一時は女性と会話どころか、目を合わせることもできなかった。そんな状態で帰省したせいで、両親にも心配をかけてしまったものだ。特に父さんは、今でも心配してくれてるんだろうな。合コンに行ってこいなんて言うくらいだし。あの日は、早々に逃げ帰ったけど、橘に会えた。それだけで、行ってよかったと思うよ。私に会えてよかった？そう尋ねてくる橘の目は、穏やかなのに、どこか真剣なものにも見えた。よかったよ、橘に会えて。私も、長田くんと会えてよかった。だから。橘は、俺の前に片手を差し出した。改めて、お友達から始められないかしら。橘？今はそれで十分。そしていつか、長田くんの心の傷が癒えたら、その時は一緒に考えてほしいの。それから先の未来について。それは、一体いつになるかわからない。俺がためらっていると、橘は静かに首を振った。それでいいわ。だって私、もう14年も長田くんが好きなんだから。え？一緒にお弁当を食べていた時から、ずっと、だから。キャビンアテンダントになれたら、ずっと一緒にいられると思った。慣れなかった今は、一緒にいる方法を二人で考えていけたら。そう言って、橘はにっこりと微笑んだのだった。私とお友達になってください、長田くん。橘、俺は。まだ少し、女性の目を見るのは怖い。なのに、橘の目だけは、不思議とまっすぐに見つめることができる。それは彼女が、昔たった一人だけ、優しさをくれたクラスメートで、初恋の相手でもあって、こちらこそ、よろしく橘。一緒なら、心の傷を乗り越えられる。未来に向かって、前を見て歩いていけそうな気がするから。俺は手を伸ばして、橘の手をそっと握った。手のひらから伝わってきたのは、心を癒してくれるような、とても優しい温かさだった。ほんの小さな一歩を踏み出した俺たちは、お互いの手を握ったまま、二人同じタイミングで笑い合ったのだった。その後、桜社長の指示で、遠藤は徹底的にそこを調べ上げられた。女性社員たちとの不適切な関係や、ミスを後輩に押し付ける、あるいは父親の名前を使って揉み消すなど、数え切れないほどの悪事が白日のもとにさらされた。その上で、彼に下ったのは解雇処分。また、息子をかばっていた専務も、その責任を問われて解任され、親子で職を失う羽目に。女遊びをするようになったのは、なかなか巴がなびかなかったせいだ。巴が悪いんだ。それでも反省の色を見せない遠藤に、一人息子を甘やかしていた両親も愛想が尽きたらしい。少しは世間の厳しさを学んでこいと、半ば彼を感動して、遠縁の親戚に預けてしまったという。現在の遠藤は、父親の名前も、見えっぱりの嘘も通用しない職場で、毎日ヘトヘトになりながら、重労働にこき使われているそうだ。そんな遠藤と、かつて俺を手に入れるために、手を組んだ佐々木さんは、あれから橘を訪ねて、この花亭を訪れた。失礼なことを言って、ご迷惑をかけて申し訳ありませんでした。真摯な態度で謝罪した彼女は、つきものが落ちたように、穏やかな顔をしていたという。そんな彼女を橘は許した。そして、当分は仕事が恋人、と語り、時々顔を出す彼女を、この花亭自慢の美味しい料理で応援しているそうだ。そして、現在のこの花亭は、ようこそ、いらっしゃいました。またのお越しをお待ちしております。巷で話題の美人女将。その明るい声が今日も響いている。店内は大勢のお客で賑わい、従業員たちがせわしなく駆け回っている。きっかけは
あの大宴会だ。参加した空港関係者が、伝統の郷土食をベースにした、この花亭の料理に目を留め、会社で絶賛。その結果、なんとファーストクラスの機内食として採用されることに。それが話題を呼び、機内食を気に入った人々や、ファーストクラスには乗れないけれど、食べてみたい、という人々が、次々と予約を入れるようになった。こうして、この花亭は見事に、地元を代表する料亭へと返り咲いたのだった。本当にありがとう。目を潤ませる立花に、俺はそうじゃないと首を振った。ピンチの時でも、立花たちがこの花亭の伝統を守り続けたから。そして、立花が諦めなかったおかげだ。きっとお父さんもそう言っているよ。ええ、きっと天国で喜んでくれているわよね。微笑みながら空を見上げる立花は、この花亭の主としてさらに一回り成長したように見える。そんな彼女を俺も誇らしく思いながら見つめたのだった。そして俺は、燃料搭載量チェック、重量と重心位置チェック、航路と代替空港チェック。眩しい朝日が滑走路を照らす中、ジェット機の前に立っている。パイロットの制服に身を包み、慎重にチェックリストを確認していく。雲の様子だと、上空の風は予報より少し強そうだな。長田機長、準備はいいかね？背後から声をかけてきたのは、桜社長。にこやかな表情を浮かべる社長に、俺は大きくうなずいた。はい、いつでも大丈夫です。ただ、風が少し強そうなので、揺れる可能性があります。その際はアナウンスをするので、安全ベルトを締めてください。さすがだ。いつも細かな点まで気を配ってくれるので、安心して空の旅を楽しめる。満足げにうなずく社長。彼の専属パイロットが、現在の俺の仕事だ。多忙な社長を確実に、かつ、安全に目的地まで送り届ける。そのために、機体や天候のチェックは毎回徹底して行い、加えて何が起きても動揺せず、心の平静を保つことを心がけている。にもかかわらず。ところで、長田くん。この花亭のおかみとは近頃どうなっているかな？それは。社長の言葉で、俺は出発前に思い切り動揺してしまった。間もなく一年が経つぞ。まさか、何も進展がなかったわけではあるまいな。社長。明らかに面白がっている顔で、社長はさらに、どうなんだとせかしてくる。俺は心を落ち着かせながら、おかみとして生き生きと働く立花の姿を思い浮かべた。あれから俺たちは、結婚を前提に、お付き合いをさせていただいています。今度は、俺から立花に申し込んだ。それほどに、俺が心に負った傷は、みるみるうちに癒えていったのだ。14年も待たせた俺を、立花は少しも急がせることなく、友人として接し続けてくれたおかげだ。俺たちは一歩ずつ、確実に、未来へ向かって進んでいる。ちなみに次の目標は、お互いを名前で呼び合えるようになることだ。そうかそうか、それは大変結構、安心したわい。満足げに笑い、社長は何度もうなずいてくれた。さて、そろそろ出発するか。はい。大きく深呼吸をして、操縦室に向かう。そっと胸ポケットを確かめれば、そこには航空安全のお守りが入っている。俺の安全を祈って、立花が手作りしてくれたものだ。無事に帰ってこれますように、いつも祈っているから。その思いが、いつもそばにあるから。たとえ空と地上の距離があっても、俺たちは一緒だ。今日も一緒に大空へ飛び立つため、俺は操縦桿を握るのだった。俺は貧乏を理由に、周囲からはどうせ無理だと夢を笑われた。それでも諦めずに努力を重ね、ついに夢を叶えられたのは、たった一人の存在があったから。あなたなら大丈夫。そう信じてくれる人の言葉を自分も信じる。そして、どんなことがあっても諦めない。たとえ遠回りでも、夢を叶えた未来を想像して進み続けよう。その道のりは険しくても、きっと未来には幸せが待っているから。